タンポポチャンネルをご覧の皆さん、いつもありがとうございます。本日のメニューはおりくぜんです。地域によってはおりょうくぜんとかれいぐぜんとも言いますよね。その精進料理を作っていきたいと思います。おりくぜんは法事やお盆の時にご先祖様にお供えするご飯ですけども、精進料理ですから我々が食べても美味しくいただけますよね。そして今回は作り方だけではなくて、並べ方やお供えの仕方なんかもお話をさせていただきたいと思っております。まずはおりくぜんをお出しするタイミングなんですけども、朝のみもしくは朝昼の2回だけでいいそうです。ちなみにですね、金剛無事にいらっしゃいます広報大使様、空海様ですね、今でもお食事をお出しされていて1日2回だそうです。仏教の世界では宗派問わず1日2回の食事が基本となるそうです。そしてお供えしたおりくぜんはご飯が乾く前に、おかずが傷む前にですね、下げてしまって皆さんでお下がりとして召し上がってください。乾いたご飯や傷んでしまったお供えをそのまま出し続けるのは仏様がかわいそうですよね。そしてお膳を下げてしまうと盆棚やお仏壇の前がちょっと寂しくなりますよね。そんな時には先ほどお供えしていた場所にきれいに洗ったお膳をこの写真のように蓋を閉めて、またお供えの位置に戻してあげてください。それでは次に並べ方の順番なんですけども、インターネットとかの情報を見ますとね、宗派ごとに並べ方は違いますよみたいな、そんな情報が載ってたりもするんですけども、各宗派の本山に聞いたらですね、宗派ごとの決め事はなくて基本は和食の並びだそうです。と言いますのも、同じ宗派であっても地域が違ったりお寺様が違ったりすると並べ方は変わってきたりしますし、また地域で採れる作物も変わってきますから、地域の並べ方というのを優先されるのがいいんじゃないですかとおっしゃってました。ですのでここでは各宗派関係なく通用するお膳の並べ方をご案内したいと思います。それではまず手前からですね、左側に親椀、右側に汁椀です。そしてその一つ奥に高皿ですね。そしてさらに奥に左側に平椀、そして右側に壺椀をセットしました。こちらが基本的な並べ方です。それでは次に個別のお供え物のご説明をいたします。まずは親椀ですね。こちらには主食、つまり白米や五穀米、玄米などをお供えします。そして次は汁椀です。お味噌汁や薄いものなどをお供えしましょう。当然ですが精進料理ですから鰹だしは使わないでくださいね。そして次は平椀になります。こちらには煮物や天ぷら、厚揚げ等のですねメインとなるようなおかずをお供えいたします。そして次は壺椀です。こちらにはおひたしやごま和え、味噌和えなどお供えしましょう。そして最後に高皿です。こちらにはお漬物、たくあん、梅干し、豆の甘露煮などをお供えいたします。そして最後にですね、お膳をお供えする向きなんですけども、仏様がお食事をされる向きにお膳を置いていただきます。つまりお箸が仏様の方に来るように置いてください。それではご説明はこのぐらいにして実際に作っていきましょう。材料です。和風野菜ミックス、インゲン、ガンモ、干し椎茸、豆腐、たくあん、乾燥わかめ、すりごま、昆布だしの素です。ちなみに和風野菜ミックスは人参とレンコンと里芋を使いました。そして和風野菜ミックスもインゲンもガンモも業務スーパーで購入しました冷凍食材を使っております。そして今日も私はフライパンを使って調理していきます。まずはガンモです。そして冷凍のインゲン、和風野菜ミックスから人参とレンコンと里芋です。この野菜ミックスに
ごぼうも入ってるんですけど、今日は使いません。そして干し椎茸を戻したものですね、こちらを戻し汁と一緒に入れちゃいます。そしたらお野菜がちょっとひたひたになるまでお水を足してもらって、昆布だしを入れます。この昆布だしは最終的にこの煮汁をお吸い物で使いますので、少し薄めの分量で入れてください。そして後で味見した時に足りなければ足していくようにしましょう。次は先ほどの食材をここで煮ていきます。温度は中火でいいかと思います。はい、煮えましたらここで一回味見をして塩加減を整えます。味を整えましたら一回お皿に全部移しましょう。そしたら次に残った煮汁を増えるわかめちゃんですね、この乾燥わかめの方に移していきます。そしてこれでお吸い物を作っていきます。それでは食材を盛り付けていきましょう。まずは白米ですね、こちらは蓋を使いながら形を整えていくと綺麗に盛り付けができます。はい、こんな感じですね。次は平碗に盛り付けていきましょう。平碗に盛り付けたのは人参、レンコン、干し椎茸、ガンモ、里芋ですね、こちらの野菜たちを盛り付けていきました。次は高皿です。高皿にはたくあんを盛り付けていきます。たくあんは大きさをですね調整しないと入りませんので、今回使ったたくあんは僕は4分の1にカットして盛り付けました。こんな感じですね。そして次は汁あんです。汁あんには豆腐とわかめを具材にしてお吸い物を入れていきたいと思います。まずは豆腐ですね、そして先ほど乾燥わかめを戻したものですね、煮汁で戻したものを入れて、そして昆布だしの効いた煮汁をそのまま入れていきますね。精進料理では食材の無駄を出さないことも大切なことです。ですので煮汁もしっかりとお吸い物などにして有効に活用しましょう。そうしましたら次はインゲンです。インゲンも器の大きさに合わせて細かくカットしてからすりごまと和えてごま和えにしていきたいと思います。このくらいですね。カットしたインゲンにすりごまをそのまま振りかけます。作り方はおひたしとは違いますけども、昆布だしでしっかりと煮つけてますから味はもうおひたしと同じですね。ここですりごまと和えて完成ですね。そうしましたらつぼわんに盛り付けましょう。はい、これで完成です。いかがでしたでしょうか。とっても簡単ですよね。せっかく作りましたので美味しくいただきます。ちなみに今回ですね、この折久膳の動画を作成する際にいろいろと教えていただいたお寺様が真言宗の総本山金剛無事様と、そして曹洞宗の永平寺様と総持寺様、浄土宗は智音院様に教えていただきました。その際に各宗派様が共通されておっしゃられていたことが、確かに形式があるかもしれませんけども、それよりも地域の風習や自分たちが心を込められる形でお供えするのが一番よろしいんではないでしょうか、ということをおっしゃられておりました。ですので皆様もぜひご先祖様に感謝をしながらですね、心を込めたお供え物をしていただければと思っております。ということで本日も最後まで見てくれてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もお願いいたします。そしてタンポポチャンネルでは皆様からのリクエストもお待ちしております。お料理の名前をコメント欄に入れていただければ私はチャレンジいたしますので、ぜひコメント欄にお願いいたします。ではまたお会いできたら嬉しいです。本日もありがとうございました。